読書読書本を読むこと。本校で記す。印象派である黒田清輝の描いた絵。読み書き読んだり書いたりすること。長野県木曽郡な義祖町の地名。読書村を参照。黒田清輝が読書語の読書は本を読むこと。特に好んで読む本は愛読書。また本を読む人は読者と呼ぶ。読書の意味は書を読むこととされるが。 活字の登場以前では、これらは主に富裕層やインテリ層にのみ許された行為であった。活版印刷技術の登場以降、書籍が大量生産されるようになって、大衆の識字率は格段に向上し、読書は大衆娯楽としても広く受け入れられるようになっていった。日本では、江戸時代までは、主に四書五経など、関籍の音読が行われていたが、 明治時代以降になると目読が主となった。また、江戸時代には四書五教のような教養書の他に、下作本が登場して出版業が成立、生活に余裕のある、都市住民を中心に娯楽としての読書が広がっていた。当時、日本語の崩した文字に対応するために、木版印刷が広く用いられた。二十世紀になると、大衆の教育の広がりと向上により、 かつてより書を読む人間が増え、また、出版技術の向上により大量出版の時代となった。日本においては、大正時代から昭和前期における炎本の流行が、廉価な本を大量に発行するという出版形態の発端とされる。しかし、20世紀後期になって、テレビやインターネット等ほか、メディアの爆発的な発達により、知識情報獲得手段としての読書の地位が、 相対的に低下していったため、本を読まなくなったと嘆く人間の間で、活字離れが語られることがある。他の読み方としては、要所をピックアップしていくなどして、読書速度を上げる速読や、内容をよく理解してさらにはその思想までも汲み取ろうとする、精読などがある。本を読まずに大量に積み上げることを、皮肉的に積ん読とも言う。また、 書籍に限らないがその原稿を関係者や第三者が読んで問題点を指摘することを査読と言い、さらに問題点を修正したりすることを構成という、読書にのめり込んで終始活字を目で追わなければ気が済まないようになった人間は活字中毒とされる。その一方でビブリオマニアのように書籍それ自体をこよなく愛好する向きもあり、 書店のみならず、古書専門店も根強い人気を得ている。20世紀末期より、インターネットの普及などにより、プレーンテキストデータのみならず、様々な図表も入った書籍データを、パソコンや携帯情報端末等にダウンロードして、専用ビューアーを利用して読書するなど、その方法は多様化している。本来、内向的な行為とされる読書だが、書評や読書日記などを通して、 自己表現として評価されることもある。読書のウェブサイトでは、書評ページの松岡聖郷の地予千冊に見られるような、様々な書評サイトがある。外国の文献については、畜語訳か意訳か議論の分かれるところである。福沢諭吉は意訳で読むことを進めている。しかし、畜語訳しかない何徳本でも、あらすじや執筆背景などの理解に努めれば、 多少読みやすくもなるとされる。読書する少女増読書を呼びかける運動を総称して、読書運動と呼ぶ。子供の上層教育、リテラシー教育、活字離れ対策、出版産業の振興など、様々な視点から運動が展開されている。中でも、青少年読書感想文全国コンクールは、知名度と歴史において際立っている。ありがとうございます。